専用ですよね。セルフ専用で高出力は危険ですよ。一歩間違えたらお客さん自身がね、自分自身を火傷させてしまう可能性もあるので、それよりも人生に目指すもん。こんにちは、梶田町です。梶田町、これから脱毛器を導入しようと思ってネットでいろいろ調べてるんですけど、この中でデイジーというタワー型の脱毛器を見つけまして、今日はデイジーについていろいろ教えてください。わかりました。脱毛器ね、めちゃめちゃ増えてて、僕もね知らなかったやついっぱいあるんですけども、今回はデイジーちょっと徹底解説ということで、ね、ホームページを実際に見ながらですね、皆さんが気になる部分とか見落としがちな部分っていうのをね、質問していただいて、僕が全て忖度なく回答していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ファーストビューで業界初セルフ脱毛専用業務用脱毛マシンデイジー、レンタルなら月額税抜き4万5000円と書いてあるんですけど、これについてはどうでしょうか。セルフ専用脱毛機、これがめっちゃ珍しいですね。その辺についてはね、ページ進めていくとね出てくると思うんですけども、レンタルで、まあ、4万5000円からスタートできるってことなんですけど、意外と高いっすよね。4万5000円だったら普通に融資受けてマシン買って、融資の返済が大体もう 4,5 万とかね回るんで、なんかそれでいいんじゃないかなって。レンタルって最終的に自分のものにはならないんで、返さなきゃいけないんで、だったら同じ金額払って自分のものになった方がいいじゃないですか。負担になるんで、ちょっともったいないなと思いますけどね。次に経営者が選ぶ業務用脱毛マシン3冠達成、セルフ脱毛サロンにおすすめの業務用脱毛マシン、ランニングコストが安い業務用脱毛マシン、操作画面が分かりやすい業務用脱毛マシンで、それぞれナンバーワンなんですけど、これについてはどうでしょうか。それ何調べなんですかね、書いてあります。実施委託先、ネットトレンド総研、サイトのイメージ調査を2023年5月に実施と書いてあります。聞いたことありますか皆さん。ここが大事なんですよ。難関とかっていうのはぶっちゃけなんですけど、お金払えば買えます。ここがお金で買ってるかどうかは別として、こういうところに素人の方って結構踊らされがちなんですけども、そこの裏付けをねちゃんと探すことをしないと、表面的なね、え、なんか賞取ってるからすごいって言って騙されがちなんで、こういうところはね気をつけていただければなと思います。次にデイジーが選ばれる5つの理由っていうところで、1つ目、国内トップクラス 3500W のハイパワーと書いてあるんですが、これについてはどうでしょうか。3500W の消費電力というのは結構大きいので、そこそこのねパワーが出るんじゃないかなと思うんですけど、セルフ専用ですよね。セルフ専用で高出力は危険ですよ。高出力出せた方がもちろんいいんですが、自分で高出力ってなかなか難しいので、それよりももうちょっと違う角度での切り口の方がセルフ専用だったらいいんじゃないかなとは正直思いました。次に2つ目、ヒゲも産毛も OK、 IPL SHR 両対応って書いてあるんですけど、これについてはどうでしょうか。素晴らしいですね。僕はあの IPL も SHR も両方あった方がいいと思ってる派なんで、両方あるのが僕の中で最低条件なんで、これは素晴らしいと思うんですが、セルフで SHR はなかなか難しいんじゃないかなっていう、まあ、一歩間違えたら高出力で SHR ってやっぱお客さん自身がね自分自身を火傷させてしまう可能性もあるので、その辺とかはちょっと気をつけた方がいいかなと思うんですけどね。次に3つ目、マイナス10度のハイパワー冷却で痛くないと書いてあるんですが、これについてはどうでしょうか。こちらも素晴らしいですね。冷却はマイナス10度まで冷えないとダメなんで、ここも素晴らしいです。次に4つ目、利益大幅アップ、ワンショットコスト 0.1 円って書いてあるんですが、これについてはどうでしょうか。これもねいいと思います。僕の基準は 0.1 円なんで、ここもスペックとしてはグッドですね。5つ目、スマホのように簡単操作、タッチパネルで簡単操作って書いてあるんですが、これについてはどうでしょうか。タッチパネルの操作性ってどこも一緒なんですよ。特別なんかめちゃくちゃ操作しやすいとかってないんですけど、このスマホのようにっていう例え方がうまい。僕は違う角度で見ちゃうんですけど、マーケティングがすごく上手だなと思いました。表現がすごく上手。多分どこの脱毛器も大体2タップぐらいでもうスタートできちゃうんですよ。そんなに差はないんですが、スマホのようにとかって聞くと皆さんも馴染みがあるから、なんか簡単そうってイメージつくじゃないですか。そういう部分が上手だなと思いましたね。次にデイジーの価格が書いてありまして、税別で170万円って書いてあるんですが、これについてはどうでしょうか。適正価格じゃないですかね。素晴らしい。タワー型で170だったら買いだと思います。税別でも187万ってことなんで、適正が素晴らしい。次にデイジーのアフターフォローっていうところで、2年間の修理保証、反則ツール提供、開業サポートもあるんですが、これについてはどうでしょうか。素晴らしいですね。2年間の保証がね僕も最低ラインなんで、たまにね1年保証っていうところがあるんですけど、そこはね僕の中では選択肢から省いた
た方がいいと思うんで、多分2年保証の最低ラインも素晴らしいと思います。最後にスペック表なんですが、熱量出力っていうところで1から50ジュールって書いてあるんですが、これについてはどうでしょうか。ジュールじゃなくてレベルだと思うんですよね。これね、間違いやすい人いるんですけど、レベルとジュールって違うんで、多分表記間違いだと思います。まあ、ジュールだとしても結局スポットサイズで割って3平方センチメートルに直すのが基準なので、50段階だよぐらいな感じでいいと思います。解説ありがとうございました。はい、ありがとうございました。カズ社長から見て、デイジーのおすすめ度は100点満点中何点でしょうか。80点ですね。まず価格が本体代安い、革型でもう最適価格で、ワンショット 0.1 も素晴らしい、機能的には IPL もある、 SHR もある、操作性もいい、機能的な価値と価格とはバランスすごくいいですよね。ただすごく残念なのはヘルフ専用っていうところが尖っててすごくいいんですよ。ヘルフの方はすごくいいかもしれないんですけども、セルフのサロンって今そんなに多くないんですよね。なかなかセルフって売り上げ立てづらかったりとか、コロナも終わってやっぱ施術の方に脱毛業界って傾いてるので、時代とちょっと逆流してるところがもったいないかなと思いました。でもただ価格とかスペックに関しては僕の理想にかなり近いようなマシンだったので素晴らしいなと思いました。たっちゃんの逆に。僕も75点ぐらいかな。この心は金額もスペックも他の革型の脱毛器と同じくらい並ぶなと思ったので、僕の中では高評価かなと思ってまして、あとは、まあ、他の革型脱毛器と比較してちょっと優位性ある脱毛器を選びたいなと思ったので、自分の中では複数ある候補のうちの一つくらいかなとは見てます。なるほどね。バランスはいいけどこれっていう強みがないみたいな感じだ。決定的な強みみたいな、何か飛び抜けたものが一つか二つあればいいなと思うんですけど、確かにね、それはね、俺も思ってて、全体的にやっぱすげーバランスいいなって思ったけど、とはいえ同じようなスペックのマシンってあるから、この脱毛器じゃなきゃいけない理由はあんまりないなと思ったから、確かにそれはね、そうかも。バランスはいいことは間違いないからね、言いたいことはね、めっちゃ分かります。ということで、今回ね、デイジーセルフ専用脱毛器ということでね、レビューさせていただきましたけども、他にもね、たくさん脱毛器のレビュー動画上げてるんですが、この脱毛器ライブすぐ答え出したいよと、ちょっと相談したいよという方はですね、動画概要欄の公式 LINE 登録していただいて、お気軽にご連絡いただければね、僕とマンツーマンでやりとりできるようになってますので、必要であればズームの面談もしますし、皆さんのね、どんな脱毛器がいいんだろう忖度なくお答えしていきますので、まあ動画ではね、話せない裏話とかも全部お話しますので、ぜひお気軽に概要欄の公式 LINE ご登録いただければと思います。あとこれからたくさん動画まだ上げていきますので、今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。いや、全くもって同意見です。僕がなんか作った会社かのような、脱毛プラスエステ系のメニューがないと、繁盛店って作れないので、脱毛だけのマシンっていうのは、もうその時点で。